やや距離を取っています。体重を浴びせているのが宗田、逆に振るっていう可能性もあります。ここで1本小内刈りですね。小内刈り1本、佐藤健がそのチャンスを狙っていました。花丸さん、はい、今の体重を浴びせて逆に引き込んでいこうとした宗田でしたが、 そこに得意の小内刈りです。このシーンです。佐藤健、宗田康之敗れます。この得意の小内刈り、そうですね、宗田は逆に振ろうと思って右足が前に出てましたね。元インターハイチャンピオン、全日本学生筑波大学時代には準優勝の経験があります。佐藤健、選抜体重別初優勝に向かって宗田康之から一本勝ちを収めています。